どうもこんにちは。RC ファンタジーのマーサーです。今日はですね、皆さんにアンケートを取りたいなと思ってビデオを撮ってるんですけども、この車、なんだかわかりますかね。これだけパッと見てわかる方は多分いろいろ詳しい方だと思うんですけども、これは例によってタミヤの、M05 っていうシャーシなんですけども、これはフロントホイールドライブ、前輪駆動の、M シャーシ、幅の狭い、ツーニングカーのシャーシになるんですけども、これのですね、久しぶりに自作でボディを作りたいなぁと思いまして、で、その車種をですね、何にしようかってずーっと考えてるんですけども、まあ、最初に考えたのは、自分が持ってる、実車の、90年代のインテグラなんですけど、丸目4灯のやつ。まあ、それを作ろうと、まあ、ずっと思ってたんですけど、まあ、せっかくだから、皆さんに意見を聞いて、で、なんか、票が高いものを作るのもありかなと思いまして、で、それで、ちょっとここで、コメント欄で意見を聞きたいんですけども、基本的に、もう売ってるやつ、ABC ホビーさんとか、まあ、タミヤさんとか、そういうところで、もう売ってるやつは、まあもう作りたくないだと。あんまり意味ないんで、時間かかって、もうすでにあるやつ作る意味がないんでですね。なんで、巷にまだない車種で、前輪駆動の車で、何か意見があれば、何かこれ、ちょっと作ってみてよっていうのがあればですね、ぜひコメントに残していただきたいなと思ってるんですね。で、僕自身は基本的には、まあ、90年代か80年代ぐらいの車が一番好きなんで、その辺の年代で何か車種を上げていただけると嬉しいんですけども、まあ、2000年代の車とかでも、別に大丈夫ですよ。まあ基本的には90年代が一番、なんていうんですかね、ドンピシャというか、ど真ん中な感じなんですけども、まあインテグラの他には、AE101 とか、111のレヴィンとか、まあ101のレヴィンはね、普通のツーリングカーサイズであるんですけども、まああれもちょっとカスタムしてある感じで、ちゃんと5ナンバーのサイズっぽい、感じで作れたら、まあ面白いかなと。僕、子供の頃から、レビン好きだったんでね。まあ、それとか、スタタボとか、EP82 のスタタボとかね。それか、その後のグランツァとか、あとはミラージュとか、あとはファミリア、あとは普通のカローラ、サニー、あとは何があるかな。まあ、多分いろいろあると思うんですけどね。なんか、今まで、市販でボディが出てない。まあ、イコール、人気がそこまでないっていうことになるんですけどね。シビックとか、インテアールとか、まあ、そういう、あと CRX とかね。そういうすごい人気があるやつはもうすでにキットになってるんで、多分そうならない、マイナーな車種になると思うんですけども、まあ、そんな中で、あ、こんなのあったかみたいな車種が、あると、嬉しいですね。ということで、今回は、このシャーシに合う前輪駆動の自作ボディ、何をやってほしいか、ちょっと意見を聞きたいと思いますんで、コメント欄によろしくお願いします。で、ちなみに、ちょっと前に、フェラーリの F92A。これ 3D プリントでデータを自分で作って、3D プリントで作ったやつですけども、まあなかなか結構いい出来だと思うんで、ちゃんと特徴ね、ちゃんと捉えて作れたかなっていうふうに思ってるんで、ちょっと誇りをちょっと被ってきましたけどね。まあまあこんな感じぐらいの精度で、データ作れるかなと思いますんで、ちょっと、なんか意見が、なんかアイデアがあると嬉しいなと。
思います。で、このキットなぜかこのボディがついてきてたんですけど、これ日本でいうとロードスターMX5 ミヤータのボディなんですけど、この車って後輪駆動のはずなのに M05 前輪駆動のシャーシに乗ってきてて、どういうことなんだろうなと。まあ多分ボンネットの高さの関係で、多分これが一番ボンネット低く乗せれるからこれになったんだと思いますけど、駆動方式がさすがに後輪駆動の車を前輪駆動のシャーシに乗せるっていうのは、なんか個人的にやりたくないなと思って、このボディはそのうち後輪駆動の M シャーシを買った時に乗せたいなと思います。なんでこのボディはまだ塗らずにお蔵入りです。で、このシャーシはちゃんと前輪駆動のボディを乗せたいなと思いますんで、皆さんどしどしアイデアを下に残してくださると嬉しいです。というわけで、今日はこんなところで失礼します。それではさようなら。